ゆきこうじのゆっこです。はい、こんにちは。今日は材料少なめでおつまみにもぴったりレシピのご紹介3品です。まず最初に刺身こんにゃく1パック 100g ですね。そして塩麹が大さじ1から2。そしてこんにゃくを一晩漬け込みたいので、それ用のビニール袋1枚になります。刺身こんにゃくはさっと洗って水気を軽くキッチンペーパーで拭き取ります。そしてビニール袋の中にこんにゃくと塩麹を入れてよく揉み込みます。一晩漬け込んだら次の日は食べる直前に焼くだけになります。皆さんは刺身こんにゃくとかよく食べますか？これは、ライフさんの青さが練り込んである刺身こんにゃくになります。よくカラス味噌付きとかで食べると思うんですけれども、それで食べるの飽きちゃったとか子供が苦手な時とかは、この塩麹漬けはさっぱりとしていていただけますし、こんにゃくは低カロリーなので食物繊維も多いですし、ヘルシーにいただけると思います。あと塩麹の塩分量は普通のお塩の約3分の1くらいの量なので、それでもまあ気になる方はお控えめに入れてください。あとは冷蔵庫の中で眠っといてもらいましょう。一晩か二晩経って、食べたい時にですね、フライパンを温めてごま油を入れるのをおすすめします。冷蔵庫から刺身こんにゃくを取り出して焼いていきます。いい感じに塩麹の塩加減が効いていて、おつまみにはもちろん飲まない方もお箸が伸びちゃう一品です。あんまりこんにゃくを買わない方も一度はぜひ試してみてほしいです。はい、お次は小松菜と薄揚げの塩麹炒めをご紹介します。まず材料は小松菜1束と薄揚げ1、2枚、塩麹が小さじ1と2分の1ぐらいです。小松菜は茎と葉を分けるような形で4センチ幅でカットしてください。小松菜の葉と茎の火の通りが違うので茎の部分から入れていきます。そして薄揚げも小松菜と同じぐらいの大きさにカットしたものを入れます。さっと軽く混ぜたら小松菜の葉を入れます。味付けではないんですけれども、塩をパラパラっと入れて蓋をして蒸し焼きにすると野菜の甘さがぐんと出てきます。たくさんの調味料を入れなくても野菜そのものの味を楽しむことが、できます。軽く蓋をして蒸した後は、蓋を取って塩麹を入れて和えていきます。味が足りないと思う方はお醤油とかさっと入れていただいても美味しいと思います。おひたしももちろん美味しいけど、まあ他の味付けないかなっていう時には塩麹結構助けてくれます。発酵食どんどん体内に入れていきましょう。はい、最後はタコのガーリックハーブ炒めになります。材料はゆでタコが1パックに、ニンニク、オリーブ、塩麹、あとはハーブ系でバジルやオレガノ、タイムなどがあればいいと思います。タコ焼きをしようとタコくんをちょっと用意してたんですけれども、結局メニュー変更があって、まあ、冷蔵庫でお休みしてたタコくんなんですけど、まあ、わかめとかであえてもいいんですけれども、ガーリック炒めでハーブを効かせてとかっていうのも美味しいかなと思います。タコくんは優しくそぎ切りにしていきます。はい、そしてフライパンが冷たい状態からオリーブ油とニンニクを入れていきます。そして火をつけてオリーブ油にニンニクの香り付けをします。ニンニクのいい香りがしてきたらタコくんを入れてください。私はニンニクの味や香りも大好きなんですけれども、そのままいただくっていうのはちょっと苦手なんですね。なんですけど大好きな方はニンニクをみじん切りなどして、まあ、一緒にペロリと食べていただけます。もしハーブ系のバジルとかオレガノ、タイムとかがあったら、それをパラパラってかけていただいたら、とても美味しく出来上がります。タコくんは加熱をしすぎると硬くなるので、柔らかく仕上げるためにはさっと炒めてください。それがポイントとなります。はい、あっという間に完成しました。これおつまみにはもちろんなんですけど、ご飯やパンにも合いますし、あとはパスタの具とかも絶対に合うと思います。今回も見てくださってありがとうございます。よかったと思ったらまた高評価ボタンやチャンネル登録よろしくお願いいたします。
ご視聴ありがとうございました。